そもそも、ペイペとはどういうサービスなのか、ポイント還元を100億円なんて本当なのか、ワイドショーは、半信半疑で取り上げた、QR コード決済サービスが、100億円あげちゃう、キャンペーンで大盛り上がり、日本テレビ系、スッキリ、ペイペは、100億円まであげちゃう、なんでもスマホ決済って本当に、大丈夫なの？TBS 系、ビビット、100億円もばらまいて、ペイペイどうやって儲けてるの？知らぬ間に握られてるあなたの財布、テレビ朝日系、モーニングショーと、なんだかよくわからないが、大変なブームになっているらしいと伝えた。早いもの勝ちで買い急ぎ、スマホを使って、QR コードで、買い物の決済をすると、すべて 20% 分のポイント還元というキャンペーンで100億円分を使い切ったら打ち切りということで、利用者は買い急ぎに走り、ペイペイ早い者勝ち100億円キャンペーン終了。10日間で予定使い切り、すっきりと今週13日、2018年12月に終わってしまった。